サルマル大部、カノ単有筆、三十六河川学より、サルマル大部とは、三十六河川の一人、生没年不明。サルマルはな、大部とは五以上の関位を得ている者の称の。元明天皇の時代、または、元行年間頃の人物とも言われるが、伝承は全く不明である。しかし、ここも赤州のマナ女では六河川の一人である、大友黒主について、 大友の黒主が、歌は、古のサルマル大部の次なりと述べており、少なくとも、古今和歌集が選ばれた頃には、それ以前の時代の人物として知られていたものとみられる。サルマル大部という名について六国史等の公的資料に登場しないことから、本名ではないとする考えが古くからある。さらにその羊についても、山城の大慶王の子で、聖徳大子の孫とされる。 湯気王とする説、天武天皇の小湯気巫女とする説や道教説、また民間伝承では、二人山の神社の神職をおのしの祖である、おの猿丸とする説など諸説ある。湯気王説の信憑性は薄い。鴨の町名、無名称、北条記に猿丸大部の墓を伝える記事がある。猿丸大部に関する伝説は、日本各地にあり、足足には、 サルマル大部の子孫と称する者がおり、境にも子孫と称する者がいたという。長野県の都学市には、サルマル村というところがあって、サルマル大部はその村に住んでいたとも、またその村の出身とも伝わっていたとのことである。しかしこれらの伝説伝承が、ここ和歌集や三十六河川のサルマル大部に結びつくかどうかは不明である。なお、哲学者の梅原武氏は、著書、 推定の歌、柿の元の人まろ論で、柿の元の人まろとサルマルダイブは、同一人物であるとの仮説を示しているが、これにも有力な根拠はない。サルマルダイブ100人一種のカルタより、小倉100人一種には、サルマルダイブの作として、以下の和歌が取られている。奥山に紅葉踏み分けなくしかの声聞くときぞ秋は、悲しき、小倉100人一種こただしこの歌は、ここ和歌集では、 作者は、読み人知らずとなっている。菅原道真の線と伝わる、新千万葉集にも、奥山炭鉱葉等別、名家能と悟悟寺総和記者棚式の表記で、取られているが、これも作者名はない。また三十六河川の歌集、三十六人集には、猿丸大部の歌集であるという、猿丸大部集なるものがあるが、残されているいくつかの系統の伝本を見ても、 その内容はすべてあと人の手による雑誌古歌集であり、サルマル大部集にある歌が、サルマル大部が読んだものであるかは、疑わしいとされる。少なくとも、サルマル大部には、彼の作品と確定できる歌は一種もない。なお、奥山にの歌は、サルマル集にも入っているが国に異動があり、となっている。鴨の長町名の、北上記には、町名が属性を捨ててのの地近畿地の名称を尋ねる。 下りで以下のような記述がある。この中のサルマロマウチキミというのはサルマルダイブのことである。サルマロはサルマル、マウチキミはダイブにあたる。これは北上記だけではなく、陽明文古像の古今和歌集女中にも、このサルマルダイブのダイブの字の脇にマウチキミという振り仮名が付けられており、他にもサルマルダイブをサルマロマウチキミと読む文献がある。 法上記が書かれた頃には、大イブは5位の官人の通称となっていたが、それ以前に遡れば5位より、上の行為の官人のことを称した。大友の黒主が、歌は、古のサルマルダイブの次なりということは、サルマルダイブは、ここは歌集以前に遡るかなり古い時代の人物ということになる。故に中世では、サルマルダイブは5位ではなく、もっとくらいの高い人物のように見る向きがあり、 サルマロマウチギミと呼ばれたとみられる。マウチギミとは、天皇のそば近く使えるもの、すなわち大臣や側近という意味である。江戸時代にもなると、サルマルダイブは、サルマルだ、ユーと読まれている。ダイブはその漢字音に従えば、タイフと読むのが本来ではあるが、後世タイフとも表記され、また、タイフとも読むようになっていた。国書総目録及び、 日本古典文学大辞典においては、サルマル大部は、サルマルが、優という読み仮名がながつけられている。日光山演技によると、小野に住んでいた小野サルマルことサルマル大部は、朝日長者の孫であり、下屋国河内郡の日光権元,元と上野国の赤木神が互いに接する死に行きについて争ったとき、鹿島明神の勧めにより、女体権元が鹿の姿となって、 尾野にいた弓の名手であるお野猿丸を呼び寄せ、その火星によりこの戦いに勝利したという話がある。これにより猿と、鹿は下谷国津賀郡日光での居住権を得、猿丸は下谷国河内郡の宇都宮明神となったと言う。下谷国津賀郡日光二ら山の神社の神職であった尾野氏は、この猿丸を外すると伝わる。また、宇都宮明神はかつて猿丸社とも呼ばれ、欧州に、 ふたら信仰を浸透させたと言われている。ふたら山の神殿にも、日光山演技と同様の伝承が記されている。ふたら山の神殿は、江戸時代初期の儒学者、林道春が、日光ふたら山の神社の歴史について、漢文で記したものである。ちなみに2008年7月、日光青年会議所より、同所35周年を記念し、地元の人々の協力で、 猿丸の弓の話という絵本が出版された。日光に伝わる伝説を描いたもので、戦場が原の戦いで、小野の猿丸が、南大の神を助けたとしている。当該伝説は、日光二良山の神社の行事である、武者祭にも関連するという。絵本は、日光二良山、神社中宮市でも販売された。謎の多いこの二人について、哲学者の梅原武氏が、 推定の歌、柿の下の人まろ論において、同一人物との論を発表して、以来、少なからず同調する者もいる。梅原説は、過去に、日本で神と崇められた者に、尋常な死を遂げた者はいないという柳田国夫の主張に着目し、人まろが、和歌の神、水難の神として祀られたことから、自童天皇や藤原夫人から政治的に粛清された、ものとし、 人丸が、古今和歌集のマナジでは、柿の元のダイブと記されている点も取り上げ、サルマルダイブが河川の一人と言われながら、サルマルダイブ作と断定できる歌が一つもないことから、彼を死に至らしめた、権力側をはばかり彼の名を、サルマルダイブと別名で呼んだ説である。しかしながらこの説が主張するように、政治的な粛清に人丸があったのなら、 当然ある程度の関与を人まろが有していたと考えるのが必然であるが、生死に人まろの記述がない点を指摘し、無理があると考える指揮者の数が圧倒的に多い。ありがとうございます。